こちら下毛地区生活改善センターということで、こちら大分県臼杵市の米沢泉のピールファイン TV、 おはようございます。朝6時の別府駅前ホテル藤吉さんの部屋の窓から見下ろしております。日本本線別府駅です。本日この後、幽霊文字関連のね訪問で臼杵まで、お送りいたしますが、その前にお風呂入りたいと思います。あぶれさせちゃった。やっぱりなんかわずかになんかつるすべ感ありますね。重曹入ってるのかな。ということでちょろちょろかけ流しておいたので42度でございますね。適温でございます。かなけこのわずかに鉄イオンのね、ですかね。昔これアレルギー出たこともあったんですけど、ないですね。大丈夫です。カレーとともにアレルギーない。はい、まだホテルの敷地なんですが、もう別府駅が見えてるというね、この素晴らしいロケーションでございますね。さあ、時間に余裕ができましたので分割乗車券でも買えますかね。昨日の昼も夜も混んでたんで買わなかったんですけど、さあ買えるでしょうか。乗車券も、乗車券のみ、本日大人一人多乗台できるのかな。できそうですね。これはできました。ご覧の通り、今日これから上臼杵まで行くんです。で、帰りは臼杵から乗るんで分割がいいようになったんですが、上臼杵950円、そしてそれに対して大分で分割すると合計940円で10円の得をするというね、そういう分割でございます。まだ買い物してる余裕がありましたので、ファミリーマート JR 別府駅店、これ、JR 九州子会社のフランチャイジーなんですけど、こちらでアイスボックスとかクラフトボスとかいろいろいつものジャスミンティーとか買って、これで、この後の水分補給の対策できます。コーヒーだと脱水するんだけどね。はい、起動解説見えちゃう。無事別大線別府大分買いましたね。昔別大線といって亀川から、大分まで路面電車が走ってまして、大分ポーズも、別大線といってまして、廃止まで黒字だったというね、日本最大規模のインターバンじゃないですかね。阪神国土線はインターバンじゃないからな。あともちろん法律上はね、阪神も阪急も鉄道線の方が非道になったんでインターバンなのかもしれないですけどね。主に路面を走ってインターバンは多分別大線だけなんじゃないですかね。それだけこのね、程よい距離に2つの都市がつながってるっていうことですか。今日平日なんで通勤通学らしいですね。なお本日は荷物をね、部屋に置いとけるので、デカリュック1個にして肩掛けをなくして腰への負担が一番少ないです。入線も取れないし、2両にこの学生さん、高校生さんじゃ座れるはずがないので適当に入線取っちゃいましたけど、臼杵行きです。終点の一つ手前、上臼杵まで乗ります。大分で座れるでしょう。
詰め込みにはなんないのかな。アイスコーヒー作りたいんだけど。というわけで2分遅延の上臼杵駅で降りました、上りの特急ね、この手前の熊崎駅で、上りの特急が、遅延している引きずられたものでございます、ということで上臼杵駅このね威風堂々の木造駅舎はめちゃ記憶に残っております。一応余裕があるのでお見送りしましょう。なんだこれ、この隙がハートなっとんのは。薄木もそうだな。これアナウンスも神薄木って言ってたのがちょっと特徴的でしたね。かなり感とかありますね。というわけでこの木造駅舎をバッチリ堪能したいと思います。赤猫駅長106歳だって、はい、200年に向けて、はい、文庫になってますね。見てくださいよこれ。もう窓が木枠のまま、天井も昔のまま、衣装を保ったまま張り替えられてる感じですかね。素晴らしくてびっくりでございます。薄木の市街地はね、この上薄木駅から薄木駅にかけての間の海側に広がっているので、まあヘリを通ってる感じなんだよね。だからここの利用客もまあ多いというね、そういうことになる。上薄木駅でした。ちょっと休みます。上薄木駅から徒歩300m、土橋バス停でございます。こちらやってまいりました。はい、何バス？大野武田バス。はい、乗りました。こちら、大野武田バスの大野武田バス本社行きです。この路線はもともと国鉄バスの93線というね、改正鉄道敷設法の臼杵から三重町までの路線の先行開業として国鉄バスが開業し、 JR 九州に引き継がれ、2007年に JR 九州が撤退して、この大野武田バスとあと九新交通2社に引き継がれたバスでございます。動画を撮り損ねてしまいましたが、木ヶ畑橋バス停でおりました。1分ちっちゃくまで回復しましたね。途中1人乗って2人降りてました、地元の方がね、ということでございまして、全然回復したという、ね、逆に2分なんで遅延したのかって話ですけど、いうことでございました。運賃290円ですね。横断歩道、横断の交通標識の真下にある木ヶ畑橋バス停で降りたんですが、そこからまっすぐですね、100メートルちょっとですかね、こちらの公民館に寄らせていただきます。
容器はあるから。なさそうですね。何も書いてないんで、まあ残念ですね。せっかく現地に来たのに。いや、なことはない。ある、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 あります。あります。あった。ありました。ひさげ打ち区生活改善センター。違うな。ひさげ打ち区生活改善センターということになります。こちら、幽霊文字関連で訪問させていただきました。では解説を喋らせていただきましょう。ちょっと手ぶれが激しいですいません。こちら下毛地区生活改善センターということで、こちら大分県臼杵市の下毛地区、下毛地区というですね、まあ、あれですね、自治組織の単位ですね、行政区ってやつですね、いわゆるね、今勉強でも出てきてますけど、私の受験勉強でも、行政区として指定されています。でこれ登記を取ったんですけど、何箇所かこの辺の、土地登記上は、あざ名は下毛地区じゃないです。これはあくまでも行政区の名前の通称地名ということですね。で、由来はですね、ひさげ内村というそのままですけど、この地域は江戸時代はひさげ内村という自然村だったということでね。そこから、それとあざ名が異なっているんだけれども、行政区としてはひさげ内というね、ことになっているということで今に至ります。電話帳はひさげ内表記になっています。で、これ単なる提案の提じゃないかと、まあいうことなんですけど、これですね、実は、実漢字が制定された1978年、その当時、まあもちろん72年の国土行政区画総覧参照されてるんですが、その国土行政区画総覧になぜかこの堤防の、じゃ、堤防じゃないね、堤防は土辺だね、堤案の堤というこの、堤辺にこれという漢字がですね、なぜかですね、土辺に漢数字の4に下に正しい、これ正しいも微妙なんですけど、と書くですね、これまあ、孔って読む中国では使われている漢字、いた感じなんですけど、こう、これは岡山県の岡という字の元の字体のようです。このこうという漢字になってたんですね、ここの通称地名が、竹山、大和竹山のこの久木内、久木内として出てたのかな。で、その久木っていう字がこの提案の提ではなくて、土辺に4に正しいと書く漢字に誤植されていて、ここを唯一の根拠として JIS 第二水準にその漢字が収録されたということなんですね。で、もちろんこの漢字中国にあるために漢和辞典に出ているので幽霊文字ではないんですけれども、ただまあ明らかにこう地名がね、間違って再録されたということはまあ事実なんで、まあそのネタ元ということで、来たわけです。以上の話が、笹原先生の論文に出ていまして、国土行政区画総覧出てます。この後ね、てか今ここに貼ってあると思いますので、改めてこれね、動画を止めてじっくりお読みいただきたいんですけれども、まあこれの字体の下のね、この土辺に漢数字の4の下に正しいの、この正しいが五角なのか四角なのかという表記揺れがあります。こちらはネットの検索でも表記揺れがあることがわかりますけれども、このあたり笹原先生がバッチリ解説されていますので、ぜひお読みいただきたいと思います。で、こう書いてこれひさぐと読むのはね、これ他に佐伯市にもあるんですね。同じひさぎ内って地名がね、そちらひさぎ内らしいんですけど、こちらはひさげ内らしいですね。ということで、まあ幽霊文字由来のこのひさぎ内行くですね、通称地名ひさぎ内、行政区ひさげ内区、これで訪問できたことになります。バス停戻ってきました。べっこう飴は向こう側にしかなくて、向こうの時刻表に出てるんで、こっちのダイヤもね、帰りのダイヤもということで、ここで待っています。右側に今、さっき言った下毛内区生活改善センター公民館がありまして、左側の建屋あるいは奥の部分、これが全部通称地名であり行政区である臼杵市の、大和竹山の、下毛内区下毛内通称地名ということになります。でですね、先ほど SNS 投稿を終えてからですね、直後になんと改善センターにですね、地元の方やってきまして、お話しさせていただきました。で、地元の方は、今でも会話では普通に久毛内は使うそうです。ただし郵便は久毛内書かなくても大和竹山の番南番地で届くので、郵便に住所には書かないということでした。また土辺に4に正しいってのお見せしたところ、そんな漢字は使ってない、見たこともないという、まあ、当たり前の、ね、ことを、証言が得られまして、まあ当たり前なんですけど、まあ単なる国土行政区画総覧収録時の再録時の誤字ということだと思います。
で、まあそのね、お話、おばあちゃまのお話聞けたので、まあ、歩き回って5時を探すっていうのもね、なかなか大変ですから、予定より2時間早い1本前のバスで、市街地戻りまして、市役所とか図書館を回ってみたいと思います。いいですね、田舎の道は遠くからやってくるのが分かります。これまた1分遅延でしょうか。さっきの折り返し点ですね、大野武田バス、日ヶ畑バス停、日ヶ畑橋バス停から大野武田バス薄木港行きです。手を挙げないといけない。あ、ここに乗ってます。あ、ごめんなさい、中心航空です。350円お支払いしておりましたが、どう見ても、1分走発していますね。ダメなやつですね、本当はね。辻口バス停からちょっとね、ローソンに入って炭酸水飲んで、アイスボックス買ってなかったね、歩いてきました。涼んでから歩いてきました。こちらこんな建屋ですが、なんと図書館です。宇都木市立図書館です。ガーン、休館日でした。どうにもなってない。腰はね、やっぱりリュックだけだとすごく調子がいいんですけども、暑いんでもうバテないようにということでね、すごいゆっくり歩いてきました。休館日だった薄木図書館、薄木市図書館神まくりから徒歩1キロ、薄木市役所薄木庁舎です。噛んでばっかだね、ほんとね。庁舎、調査じゃなくて庁舎。薄木市役所で、聞き取り調査終わりました。まあ、下げ内行政区ってことなんですけど、その行政区のエリアがどこからどこまでなのか、何番地から何番地までなのかという話は、条例の条文にも書いてないし、市でも管理していないっていう、まあ、法的には問題ないと思いますね、多分行政区に関してはね。で、区長さんに聞いてみないと分かりませんっていうすごい答えでした。はい、区長さんはね、市が任命するんですよね。はい、ということなんですけど、わからなかったということです。あと、まあ、記録ももう残ってないので、笹原論文に出ていたね、土編に書くこともあったというのも、そういう記録はなかったと。まあ、もうあれから20年以上経ってますからね、その論文からね、まあ、仕方がないと思います。で、まあ、区長さんに聞いてみればわかるって、まあ、つまり、曖昧であるってことがわかっただけでも収穫だと思いますので、ご協力ありがとうございました。というわけで、今から駅に戻って、ちょっと時間、次の電車まで時間あるので、時間作りましょう。薄木市役所、薄木庁舎から、噛んだね、またね。薄木市役所、薄木庁舎から、徒歩900メートル。薄木駅、一本前間に合いましたね。ということで、急いで切符を買いたいと思います。はい、11時10分まで営業している緑の前です。そこから休止時間帯に入りますが。大人の休日クラブ、ビューカードで、まあ、ただの申請ですけどね。別府まで、ここが分割しても、分割しなくても、分割しても安くならないんで。ストレートに買いました。950円、さっきより10円高いですね。上臼杵までも同じ同額でございます。というわけで、スタンパー押された状態で引き落とされました。はい、3番線の始発になりましょう。臼杵駅3番線から日豊本線始発、木付行きです。九州の人には馴染み深くても、九州外の人にはなかなか読みづらい臼杵とか木付とか大変だ。はい、昔の船が見ます。天空ガラガラ、ありがたい。
はい、別府駅で下車でございます。別府ご乗車ありがとうございました。チケットお持ちですか？要するに記念にいただきたいんですけど、最終行きは本日乗り場が変わりまして1番乗り場から登場します。お待たせしました、はい、ありがとうございます。よくできました。乗車記念にいただきました。さあ、中央に戻りましょう。ホテル富士吉です。というわけでご視聴ありがとうございました。短めですけれども、幽霊文字関連編としてここで一旦切りたいと思います。この次の動画は別府2日目満喫編でございますよ。チャンネル登録よろしくお願いします。